今回は佐藤隆子が期待、大手の連鎖、藤井聡太、八冠への道で巻き起こした将棋界の革命、2024について解説するぜ。よろしくお願いするわ。佐藤隆子って知ってるよな？もちろんよ。あの有名な棋士さんよね。そうだな。最近藤井聡太に大手をかけて注目されてんだぜ。大手？どういうこと？つまり、藤井聡太の八冠への道を阻止する可能性があるってことで、将棋界がざわついてんだぜ。へえ、すごいわね。藤井聡太って、そんなに強いのかしら？強いよ、もう異次元レベルだぜ。具体的に、どんなところがすごいのか教えてくれる？まず、彼の読みの深さが半端ないんだぜ。読みの深さ？そうだな。相手の次の手をなんても先まで読めるんだぜ。すごい。それに、彼の戦術もすごいんだぜ。戦術？そうだな。相手が予想外の動きをしてきても、冷静に対応できるんだぜ。冷静に対応？そうだな。相手がどんな手を出しても、自分のペースで戦えるんだぜ。すごいわね。そして、彼の体力もすごいんだぜ。体力？そうだな。長時間の対局でも集中力を切らさないんだぜ。すごい。さらに、彼の精神力もすごいんだぜ。精神力？そうだな。どんなプレッシャーにも負けないんだぜ。すごい。藤井聡太は、まさに天才棋士なんだぜ。すごいわね。佐藤隆子は、藤井聡太の八冠への道を阻止する可能性があるってことで、将棋界がざわついてんだぜ。へえ、すごいわね。でも、佐藤隆彦は、藤井聡太に勝てるのかしら？それは難しい問題だな。藤井聡太は、まさに天才棋士なんだぜ。でも、佐藤隆子もベテラン棋士で、実力も経験もあるんだぜ。そうね。どちらが勝つのか、楽しみだわ。各家に、どちらが勝つのか、楽しみだな。でも、藤井聡太が八冠達成するのは、やっぱり難しいわよね。そうだな。八冠達成は、本当に難しいことだぜ。藤井聡太は、八冠達成できるのかしら？それは、今後の彼の活躍次第だな。頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は藤井聡太の苦悩について解説するぜ。よろしくお願いするわ。藤井聡太は、若い頃から天才棋士として注目されてきたよな。そうね。八冠達成って、本当にすごいわ。でも、天才と言われる人は、やっぱり悩みもあるんだぜ。悩み？どんな悩みかしら？例えば、常に期待され続けるプレッシャーとか。確かに、常に注目されてるって、大変そうね。それに、自分自身の成長に対する焦りとか、周りの期待に応えられないという焦燥感とかね。そうか、天才だって、そういう気持ちになるのね。天才と呼ばれる人は、常に完璧を求められるから、ミスや失敗に対する恐怖心も大きいんだ。失敗したら、みんなががっかりするのかしら。そうだな。でも、周りの期待に応えることだけが、人生の目的じゃないんだぜ。どういう意味？大切なのは、自分自身のペースで成長していくことなんだ。自分自身のペース？ゆっくりでもいいから、自分の好きなように、自分のペースで成長していけばいいんだよ。確かに、焦ってもしょうがないわね。周りの期待に振り回されることなく、自分自身と向き合って、成長していくことが重要なんだぜ。それは、難しいことだけど、大切なことね。佐藤康光九段は、藤井聡太に対して、こう言っているんだぜ。佐藤九段？どんなアドバイスなの？周りの期待に振り回されることなく、自分自身のペースで成長していくこと。それが大切だ。なるほど。そうか。つまり、自分自身のペースで成長していくことこそが、天才を天才たらしめるんだぜ。なるほどね。藤井聡太は、これからも、自分自身のペースで成長していくと思うよ。そうね。これからも頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は谷川浩司が深い洞察、天才の苦悩、藤井聡太。八冠を手にした若き棋士の内なる戦い、2024について解説するぜ。よろしくお願いするわ。藤井聡太って、やっぱ天才だよな。
八冠って、とんでもない記録だぜ。本当にすごいわよね。でも、八冠になるまで、どれだけの苦労があったのかしら。そりゃあ、並大抵じゃなかっただろうな。天才だって、やっぱり努力が必要なんだぜ。努力って、具体的に、どんなことをしたのかしら。まず、藤井聡太は、幼い頃から将棋に打ち込んできたんだ。毎日、何時間も練習していたって話だぜ。毎日何時間も、大変だったわね。それに、藤井聡太は、常に新しい戦法を研究しているんだ。常に進化を続けようとしているんだぜ。新しい戦法を研究？例えば、藤井聡太は、今まで誰も思いつかなかったような斬新な戦法を編み出したんだ。それが、藤井聡太の強さの秘密なんだぜ。斬新な戦法、すごいわね。それと、藤井聡太は、常に冷静沈着なんだ。どんな状況でも、焦ることなく、冷静に判断できるんだぜ。冷静沈着、それは、天才の証なのかしら。天才だから冷静沈着ってわけじゃないぜ。むしろ、冷静沈着になれるように、努力を重ねてきた結果なんだ。努力を重ねて。藤井聡太は、天才と言われるけど、決して生まれつき天才だったわけじゃないんだ。努力によって、天才になったんだぜ。努力によって天才。天才って、才能があって努力すれば、誰でもなれるってわけじゃないんだぜ。才能があっても、努力しなければ、天才にはなれないんだ。そうよね。天才には、努力と才能の両方が必要なんだぜ。なるほど。谷川浩司は、藤井聡太のことを、天才、と認めているけど、同時に、その努力にも敬意を表しているんだぜ。谷川浩司さんも、藤井聡太さんのことを認めているのね。谷川浩司は、藤井聡太の才能と努力を高く評価しているんだぜ。だから、藤井聡太のことを、天才、と呼ぶんだ。すごいわね。谷川浩司は、藤井聡太が、これからも将棋界を盛り上げてくれることを期待しているんだぜ。私も期待しているわ。藤井聡太は、まだ若い棋士だけど、これからもっと成長してくれると思うぜ。私もそう思うわ。藤井聡太の今後の活躍に期待しようぜ。楽しみにしてるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は藤井聡太が八冠への道で巻き起こした将棋界の革命について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、王手の連鎖ってなんだと思う？王手？つまり、相手の王様を攻撃できる状態のことよね。その通りだぜ。王手の連鎖ってのは、王手をかけ続けることで相手を追い詰める戦法のことなんだ。追い詰める？どうやって？例えば、相手が王手から逃げるために駒を動かすだろ？うん。その駒を動かすことで、別の駒が王手をかけられる状態になることもあるんだ。なるほど。だから連鎖っていうのね。そうだな。王手の連鎖は、相手の駒を次々と動かして、最終的に王様を詰ませるための戦法なんだぜ。すごいわね。詰ませるって、つまりは勝ちってことよね。その通りだ。王手の連鎖は、相手を一気に詰ませることができる非常に強力な戦法なんだぜ。でも、そんなに簡単に、王手の連鎖ができるものなの？難しいぞ。王手の連鎖は、相手の駒の動きを予測して、自分の駒を正確に動かす必要があるんだ。難しいのね。それなのに、藤井聡太さんは、王手の連鎖を駆使して、八冠になったの。そうなんだ。藤井聡太の王手の連鎖は、ただ単に王手をかけ続けるだけじゃなく、相手の心理を深く読み、完璧な形で作られた連鎖なんだぜ。完璧な形？どういうこと？例えば、相手の駒を動かすことで、自分の駒が攻めやすくなるような形を作ったり、逆に相手の駒を動かせないように仕向けるような形を作ったりするんだ。つまり、相手が王手を逃れるために駒を動かすたびに、藤井聡太さんは、さらに有利な状況を作っているってことね。その通りだ。藤井聡太の王手の連鎖は、まさに芸術的なものなんだぜ。すごいわ。実際に、藤井聡太さんの王手の連鎖を見たことある？もちろんあるぜ。実際に見たときは、鳥肌が立ったよ。あそこまで完璧な王手の連鎖は見たことがない。どんな感じだったの？言葉で説明できる？言葉で説明するのは難しいな。
ただ、相手の駒が藤井聡太さんの手のひらの上で踊っているような感じだった。まるで、指揮者とオーケストラみたいね。いい例えだな。藤井聡太は、自分の駒を使って、相手の駒を巧みに操っているんだ。藤井聡太さんの王手の連鎖、見てみたいわ。機会があれば、ぜひ見てくれ。きっと衝撃を受けるぞ。ぜひ見てみたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は谷川浩司が強調した王手の連鎖について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、藤井聡太の活躍が目覚ましいよな。特に谷川浩司九段が、王手の連鎖、と表現した攻め方は、将棋界に革命を起こしてるんだぜ。そうね。確かに、藤井さんの攻め方は、勢いがあって、見ているこっちもハラハラするわ。王手の連鎖って、簡単に言うと、相手を連続で詰ませるような状況に追い込む攻め方のことだぜ。連続で詰ませるって、すごく難しいイメージがあるわ。格下に難しいんだけど、藤井さんはそれを平然とやってのけるんだぜ。すごいわね。具体的には、どんな攻め方なの？例えば、藤井さんの得意戦法の一つである、角換わり、では、相手の球を一気に詰めるような攻め方がよく見られるんだぜ。角換わりって、よく聞くけど、どんな戦法なの？角換わりは、序盤で角と飛車を交換する戦法だぜ。角と飛車を交換するって、どういうこと？簡単に言うと、相手の角を取って、自分の角を相手の飛車と交換するんだぜ。なるほど。それで、相手を詰ませるような攻め方になるの？そうなんだぜ。角換わりは、攻めと守りのバランスが難しい戦法としても知られているんだけど、藤井さんはそれを完璧に使いこなしているんだぜ。藤井さんは、攻めだけでなく、守りも上手いのね。まさに、攻守一体の将棋だな。すごいわ。藤井さんの将棋は、見ていて本当に面白いわ。藤井さんは、将棋界の未来を担う若手棋士だぜ。今後の活躍にも期待してるぜ。私も、これから、藤井さんの将棋をもっと見て、勉強したいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は藤井聡太のマネージャーについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。藤井聡太のマネージャーって、実は木村和元なんだぜ。え？木村一騎さん？そうなんだ。木村和元は藤井聡太のマネージャーであり、同時に師匠でもあるんだぜ。師匠？そう。木村和元は藤井聡太の棋風を育て上げた存在なんだ。でも、藤井聡太は、木村一騎よりもずっと強いじゃない。格下に藤井聡太は木村一騎よりも強い。だけど、藤井聡太は木村和元からたくさんのことを学んだんだ。どんなことを学んだの？例えば、藤井聡太の戦法は、木村和元の戦法をベースにしているんだ。そうなんだ。木村和元は藤井聡太の才能を見抜き、その才能を育てるために、自分の知識や経験を惜しみなく注いだんだ。すごいですね。藤井聡太の成功には、木村和元の貢献が大きい。確かに。だから、木村和元は藤井聡太のマネージャーであり、同時に師匠でもあるんだ。なるほど。藤井聡太は木村和元なしではここまで成長できなかっただろう。そうね。木村和元は藤井聡太にとって、かけがえのない存在なんだ。本当に。藤井聡太のマネージャーである木村和元は、藤井聡太の才能を引き出し、育てるために、陰ながら支え続けてきたんだ。木村一騎さんって、本当にすごい方ですね。藤井聡太のマネージャーである木村和元は、藤井聡太の成功に欠かせない存在なんだぜ。深く感謝ですね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は藤井聡太八冠のマネージャーについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近話題になってるよな、藤井聡太のマネージャー。久保利明九段が絶賛してるって話、聞いた？ええ、ニュースで見たわ。久保九段は、藤井八冠の才能を高く評価してるみたいね。そうなんだ。久保九段は藤井八冠のマネージャーについて、天才的なマネージャーだ、って、べた褒めだったんだぜ。すごい。どんなところが天才的なのかしら？まず、藤井八冠はマネージャーと二人三脚で歩んでるってことが重要なんだ。
二人三脚って、具体的にどういうこと？藤井八冠は、まだ若いから、いろいろな面でサポートが必要なんだぜ。それはわかるわね。例えば、対局のスケジュール調整とか、メディア対応とか、日常生活のサポートとか。なるほど。それだけだと、普通のマネージャーでもできそうだけど、どこが天才的なの？天才的なのは、藤井八冠の才能を引き出す戦略を立ててる点だぜ。戦略？例えば、藤井八冠が対局に集中できる環境づくりとか、新しい戦法を学ぶためのサポートとか、メディア露出の戦略とか。なるほど。藤井八冠の強さは、マネージャーのサポートがあってこそなのかもね。まさにそうだ。マネージャーは、藤井八冠の才能を最大限に引き出し、常にトップレベルで戦えるようにサポートしてるんだぜ。すごいわね。それに、藤井八冠がメディア対応で戸惑わないように、事前に練習させてるんだってな。さすが。藤井八冠は、インタビューでも落ち着いて話してるわよね。そうだな。藤井八冠の冷静沈着な受け答えは、マネージャーの努力の賜物なんだぜ。マネージャーのサポートって、本当に大切なんだね。だからこそ、久保九段も、天才的なマネージャーだ、って絶賛したんだと思うぞ。そうよね。マネージャーは、ただサポートするだけじゃなくて、藤井八冠の才能を最大限に引き出す戦略を立てて、二人で頂点を目指してるんだ。本当に二人三脚で歩んでるんだね。藤井八冠のマネージャーは、まさに、影の功労者、だな。すごいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生善治が苦笑した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。羽生善治って、将棋界のレジェンドだよな。そうよね。永世七冠って、とんでもない記録だぜ。すごいわよね。でも、最近は藤井聡太っていう若手の棋士が、ものすごい勢いで活躍してるんだぜ。聞いたわ。八冠達成って、すごいことよね。そうなんだ。でも、羽生先生は、藤井聡太くんの活躍について、どう思ってるのかしら？それが、今回の話につながるんだぜ。どういうこと？羽生善治は、藤井聡太の活躍について、インタビューでこう答えたんだぜ。藤井くんの棋風は、本当に素晴らしい。しかし、彼には、まだ足りないものがある。それは、経験だ。将棋の世界は、経験が全てだ。藤井くんは、これから多くの経験を積むことで、さらに強くなるだろう、ってね。経験って、具体的にどんなことかしら？例えば、どんな状況でも冷静さを保つことだとか、どんな相手にも対応できる柔軟性だとか、そういうものだぜ。なるほどね。羽生善治は、藤井聡太を、まだ経験不足だと感じているんだ。でも、藤井聡太くんは、すでに八冠達成してるのに、まだ経験不足なの？そうなんだぜ。やっぱり、将棋の世界って奥が深いんだわ。そうなんだ。じゃあ、羽生先生は、藤井聡太くんに、どんな経験を積んでほしいと思ってるのかしら？それは、本人にしかわからないことだな。そうよね。でも、羽生善治が、藤井聡太に対して、苦笑いを浮かべていたのは、きっと、藤井聡太の未来に対する期待と、同時に、経験不足に対する一抹の不安を感じているからだろうな。そうかもしれないわね。藤井聡太は、これから、多くの経験を積むことで、さらに強くなるだろう。そうよね。そして、将棋の世界をさらに盛り上げてくれるだろうな。楽しみだわね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は佐藤孝彦が痛感した藤井聡太の革命について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、将棋界では藤井聡太の活躍が目覚ましいよな。もう八冠に手が届くところまで来てるんだぜ。そうよね。すごい勢いよね。で、その藤井聡太の強さについて、佐藤孝彦が面白いことを言ってたんだ。何何？佐藤孝彦は、藤井聡太の強さについて、王手の連鎖、という言葉で表現してたんだぜ。王手の連鎖？どういうこと？簡単に言うと、藤井聡太は常に相手を王手、つまり罪に追い込むような手を打つんだぜ。常に、罪を意識しているってこと？そうだな。
しかも、ただ単に罪を目指すんじゃなくて、常に複数の積み方を考えて、相手にプレッシャーを与えてるんだ。なるほど。複数の積み方を考えるって、すごい頭を使うわね。そうだな。だから、相手は藤井聡太の攻めに対して、常に複数の選択肢を考えなきゃいけないんだぜ。それは大変そうね。しかも、藤井聡太はただ攻めるだけじゃなくて、相手の反撃も予測しながら、常に最善の手を選択してるんだぜ。すごいわね。だから、藤井聡太は相手にとって、まるで、大手の連鎖、のように、常に罪の危機を感じさせて、プレッシャーを与えてるんだ。大手の連鎖、確かに、表現としてしっくりくるわね。さらに、佐藤孝彦は藤井聡太の強さを、革命、という言葉で表現してたんだぜ。革命？藤井聡太の出現によって、将棋界の常識が覆されつつあるんだ。どういうこと？例えば、藤井聡太は、今まで考えられていた定石を無視して、新しい手を繰り出すことが多いんだ。新しい手を？そうだな。従来の常識にとらわれずに、自分の考えに基づいて、新しい手を生み出してるんだ。それはすごいわね。それが、将棋界に革命を起こしているんだぜ。藤井聡太の出現は、将棋界にとって大きな転換期なのかもしれないわね。そうだな。藤井聡太の活躍によって、将棋界はさらに活気づくこと間違いなしだ。今後の藤井聡太の活躍が楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。